こういう和紙とシルクのプリント体ってもうマーケットないので、はい、まあ、懐かしいんですけど、うん、新しいっていう、直近は大柄だと何がいいかっていうところなんですけど、うん、皆さんこんにちは、鎌倉 TV へようこそ。メンズ MD の平野です。メンズバイヤーの小林です。こんにちは。今日は新しいパターンだね。はい、そうなんです。新しいパターンで、はい、銀座線の川田くんという、まあ、名物スタッフがおりまして、今日はいらしていただきました。ようこそ。銀座線の川田です。よろしくお願いします。お願いします。ということで、なんでね、銀座店の川田くんをお呼びしたかと言いますと、はい、なんと9月で銀座店が5周年を迎えるということで、はい、そうですね、ちょっとせっかくなのでお話を伺おうかと思ったんですけれども、はい、ありがとうございます。遠いところ。今日はあのすっかりご無沙汰になってしまったんですけれども、ちょっとコーディネートをね、うん、せっかくなのでご紹介いただこうかなと思いますので、じゃあいいですか、ちょっと、はい、一応今回まとめでご紹介させていただくのは和紙のネクタイに今合わせて上の方ミリタリージャケットで、この素材感を合わせてのいわゆるミリタリーミックスコーディみたいな、ちょっと今回合わさせて。ありがとうございます。いつも川田くんのこうブログをね結構更新してくれるんで、社内もねみんな注目してますね。まだ注目してますね。僕も4回ぐらい見るよ。4回です。4回クリックしてる。私は毎回見てます。1回ということで、じゃあ小林さん、はい、お願いします。まあ、今日はね後で紹介するんですけども、はい、まあ、この和紙とシルクの、まあ、プリントのネクタイを、はい、ニットのねフランティーゼ、うん、出ましたねに、うん、多分見えないと思うんですけど、シャツ屋のインナーを忍ばせまして、で、まあこう、ストライプのスーツに、はい、まあ、わりかし色をおとなしめでやってるような形となっております。はい、ありがとうございます。はい、ということで、まあ、自分から振っておいて何なんですけど、せんつながら私もコーディネートを真似させていただこうと思うんですけど、まあ、実はね、今日着てるシャツが、あのレディースの鎌倉ロボっていうちょっと新しいレベルのシャツなんですけど、うん、まあ、これ、今はあのスタンドカラーとして着てるんですけど、実はあのピンホールの襟が付属でついていて、ボタンで外せるようになってるんですけど、まあ、そういう仕様とか、本当にこう、いろんな こだわりというかディテールを詰め込んだシャツ好きに向けた商品っていうのがちょっと新しく出まして、ということで、まあ、あのお二人の話にもねちらっと上がってましたけれども、限定のネクタイがあるということで、ちょっとじゃあご説明をいただこうかと思うんですけど、まあ、経緯から言いましょうか。まず、お、はい、実はね一緒に1月にですね山梨のキジファクトリーに行きまして、うんうん、はい、で、まあ、まあ、いわゆる2020、今回の秋冬の企画をちょっとしに行ったんですけれども、うん、まあ、そこでですね、まあ、ふと、銀座店5周年だよ、うん、なんかやるって言ったら、やりたいです、というふうな話になって、はい、いろいろこう見せてもらった中で、まあ、これはいいんじゃないのと、うん、こういう和紙とシルクのプリント体ってもうマーケットないので、はい、まあ、これを少し、まあ、昔のアーカイブを見ながら、柄も決めて、色も決めて、で、銀座店限定で販売したら、すごい、楽しいんじゃないかなというところで、これじゃあ柄は川田くんが選んだんですか。そうですね、うん、今回、まあ、いいですね、バイヤーのホバーさんの、まあ、うん、力添えをいただきまして、うん、いった形で別注をかけさせていただいたんですけども、うん、まあ、一つのポイントとしましては、うん、他のネクタイと比べて、まあ、大柄であるというところですね、うんうん、でこの大柄だと何がいいかっていうところなんですけど、うん、柄が大きいものだと、うん、コーディネートに苦戦されるかなって思われる方もいらっしゃるかと思うんですけど、うん、意外とその合わせてみると実はその結構決まるというか、うん、例えば僕が着ているこういった、まあ、無地のものでももちろん合わせていただきますし、うん、例えばなんですけど、ね、うん、こういった細かいストライプのものでも、うん、こう何だろう、合わせていただけます、うん、で、逆にシャツって細かい柄が多いからね。そうなんです、うん、結構 V ゾーン作る上で、うん、なんかネクタイの柄とシャツの柄のその大きさとかピッチを変えていただくとバランスいいってこうよく言われるじゃないですか、うん、そのバランスを取るためにはすごい適した柄というかデザインなのかなと思って、今回こういった柄でお作りさせていただきました、はい、絶妙ないい、ほぼこれでも全部この辺のストライプ全部合いますね。その、うん、まあ、いわゆる定番のロンスト、うん、ロンドンストライプのものでもこう、うん、何だか合わせていただけると思いますね、うん、これもネイビーのスーツだったりとか、うん、グレーのスーツでも合わせていただけると思います、うん、ちらっとね、うん、話にもありましたけど、和紙が入ってるっていうので、和紙はね、今年シャツでも鎌倉シャツをやってますけど、ちょっとね、
注目の素材っていう感じですね。かなり注目の素材ですね、うん、なんかね触った感じはリネンっぽいんだけど、うんうん、でも一応まあシーズンアイテムというよりかは、まあ、常に使っていただけるような素材ですし、多分誰もお持ちでないと思うので、うん、なんかギフトにもいいかなと思うし、色もねすごい今回私見てなんか素敵だなと思ったんですけど、何色がいい？この中で、これかな、オレンジ、あ、初めて触ったんですけどいいですね、これいいでしょ、はい、うん、シャリ感もあるけど、なんか気づかないですかネクタイ持っていただいて、お出た早いですね、染めざといね、これはいわゆるソフデラートですね、ソフデラートですね、はい、なるほど、和紙でソフデラート、うん、そうです、新しい中の新しいですね、新しい中の新しいですけど、はい、うん、まあ、軽やかにね、うんうん、締めていただきたいというところですね、結構柄も山梨のアトリー行かせていただいたときに、うん、こういろんなヴィンテージのアーカイブがたくさんございまして、うん、すごいんですよね、そこからまあいくつかピックアップさせていただいたので、うん、柄も結構クラシックなんですけど、うん、色味は結構都会っぽく今っぽく合わせていただけるので、うん、本当にドバディその、うん、懐かしいんですけど、うん、新しいっていうところになっているかなと思います、ね、いいですね、はい、1年ごとにあるんですか、アーカイブ1年ごとに、1970年とか80年代のアーカイブが1年ごとにこう置いてあって、その中からこう全部見て全部見て、うーん、でもこれはすごい数量が少ないんですよね、数量も超限定、銀座店と、オンラインショップだけでしか買えない、なので川田君が全部買っちゃう前にお気になった方は銀座店にね行かないといけないんです。販売開始はいつからになりますか、ね、販売開始はですね9月の、まあ、上旬ですね、上旬、また詳しい日程はそこに入れますけど、あ、ここにじゃあここに入れますけど、はい、はい、なるほど、はい、ちょっとこう動画上ではこうお聞きできなかった細かいこだわりとかもね、実際にお店に行って川田君に聞ければなと思いますね、ぜひ、はい、ぜひね行きたいですね、銀座ってせっかく、いや行きたいですね、5周年だからね、ちょっとお祝いというか ね、うん、ね、じゃあ行きますよ、行きますか、行きます、銀座店突撃、突撃シリーズ誰も知らないと思うんですけど突撃シリーズ一応シリーズがあるんですよ、突撃っていうねじゃあまた突撃編もお楽しみにいただくとともに、うん、銀座店ネクタイと銀座店へ、はい、銀座店ネクタイを見に、うん、そして川田くんに会いに、うん、銀座店にでお待ちしてます、はい、という感じですね、はい、ありがとうございます、今日は改めまして銀座店の川田くんにいらしていただきました、はい、ありがとうございます、皆さんまた次回の鎌倉 TV でお会いしましょう、さようなら。さようなら。